プレゼントを投げ、ポケ蓋を探して、スバリーが横浜の街を練り歩く。さらに、めっちゃうまな横浜中華街グルメに思わず踊り。絵はどれも世界に1枚しかないオリジナルデザイン。例えば、横浜赤レンガ倉庫にはピカチュウとライチュウが描かれたポケフタがあるぞ。他にもみなとみらいにはあと4つのポケフタが。残りのポケフタを探すポケフタウォーキー、スバニーが挑戦だ。4つ、全部探し出してみせるぞ。頑張るぞ。ちなみに、おはとぼへのプレゼントはスバニーが探し出したポケフタの数によってどんどん増えていくぞ。応募方法は番組の最後に発表するから絶対に見逃すな。まず最初、目指してほしいヒント写真、はい、こちらです。はい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 、なるほど。これね、ここでポケフタウォークのルールを説明。スバニーにはヒントとしてポケフタが写る写真とこの港未来のマップが手渡される。これらを手がかりに残り4つのポケフタを探し出していくぞ。この海岸に映る1つ目のヒントを見てスバニーピンときちゃった。ちょっと見て、あの奥にさ、海見えんのよ。で、一回あそこから攻めてみようかな。ポケフタがスバニーを呼ぶ声がする。行ってみよう。まずはスバニー、海岸沿いに移動することにしたぞ。多分地形もヒントになってると思うの、この丸い地形。この辺さ、すごいカクカクしてんじゃん。だからこのカクカクしてるこのエリアは違うのよ。パシフィコ横浜のこの辺とかさ、ここで多分ね、丸いのよ、海が。だからこの辺をね、攻めていこうかなと思う。結構鋭いだろ、これ。え、鋭に。キレが悪い。あららららら。待って、スバニーの勘。冴えてる。このヒントの。スバニーが見たものは最初のポケフタなのか。緊張で足早になるスバニーだが、その中に船が、あれだ、おおおおお、見つけた。これだ、日本丸メモリアルパーク。ここじゃない。気になるポケフタ探しの前にオニポケチャンネル。ポケットモンスターお正月スペシャルが放送されるんだよね。そうなの。オープニングテーマ、ハロのライブがあったり、豪華出演者で盛りだくさんの内容だから、みんなもチェックしてね。うんうん。特番も来週からのリコやロイたちの活躍も楽しみだね。それにしてもさ、去年のアニポケでは黒いリュックさんとバトルしたり、奥行きのポケモンたちと出会ったりしてさ、いろんなことがあったよな。それじゃあこれまでの物語をおさらいするアニポケセリフクイズ。これまでのアニポケでの名場面を紹介、その中のセリフがクイズになってるよ。クロリックだね。
足を出せ、シャドウボール。追い詰めろ、シャドウパンチ。かっこいいシーンだよ。そうだよ。さあ、その時ハンベルは何と言ったでしょうか。ホワイトボードにお書きください。じゃあその前のハンベルが言ってたセリフ言いますね。打ち落とせシャドーボール、うん、追い詰めろシャドーパンチで今。なるほど。それでは答えをどうぞ。じゃん。ボールパンチときたら足。いやシャドーキックって技ありましたっけ。いや、そう、それがないからちょっと違うなって思ったんだよな。さあこの後どめだ、シャドウパンチ。うわーほら、いやシャドウパンチ一回やったじゃんか。というわけで今日のテレビアニメポケットモンスターお正月スペシャルは夜6時55分から。お楽しみに。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。3枚目のポケフタ、こちら。
ちゃうよー。やったぜ。3つ目のポケットと自動に、これで3つ目のプレゼント、4人気ままなポケモンたちの日常を描いたポケピースのぬいぐるみバッジ全6種をゲット。残すポケットもあと1つ。最後のポケットがあるヒント写真がこちらです。おじゃ、いただきます。なるほど、どどこれまでのヒント写真と比べヒントになる景色が少ない。その中でもスバニーが気になったのが塔。なんだろう、電波塔なのかな。ラストむずいな。あまりにも情報がないため横浜エアキャビンに乗って、わお、上空から何か手がかりがあるかを探すことにしたぞ。ワクワクするよね。横浜エアキャビンは JR 桜木町駅前と新港地区の運河パークとを結び、上空からみなとみらいの観光スポットを眺めながら移動できるんだ。この塔を見つけ出したいんだけど、あるかな。上空からヒントにつながる建物を必死に探すも全く見当がつかないまま、もうすぐ終わっちゃう、もうすぐ終わっちゃう、どうしよう、何も見つけられていない。ヒントゼロで終わっちゃうよ。ヒントゼロで終わった。ヒントゼロのまま空の旅は終了。このヒント写真に写る建物は一体何なのか、聞き込みとかしてみる。こんにちは、ちょっとだけお話聞いても大丈夫ですか。地元の方ですか。そうです。あ、地元なんですね。今ちょっとある場所を探していて、ここを目指してるんですよ。ここなんか見たことあります。マリンタワー。マリンタワー、マリンタワーっぽい。めっちゃ有力なヒントもらったわ。ヒントの写真の建物がマリンタワーであることが分かったぞ。すると、ねえねえねえ、実はあそこのさ、標識見える、あの看板、中華街元町左 1.6km、スバニーが目指している横浜マリンタワーの近くに横浜中華街が。朝から何も食べていないスバニーは腹ごしらえする。この後スバニーが中華街グルメに絶叫。ほんま、シャドーバーズチャンピオンズバトルの新装版が登場。新価格2530円でダウンロードコンテンツも収録。俺たちとバトル。お願いします。こちらが台湾唐揚げダージーパイ。日本の唐揚げと違いとにかくでかい。いただきます。うまい、うまい、うまい、うまい。日本の唐揚げに比べるとやっぱ大きさとかこの薄さに違いはあるんだけども、衣のカリッとしたこのサクサク感が特徴的だなってスバニーは思いました。続いて立ち寄ったのは香港ヤムチャ専門店三遊記。注文したのは中にチャーシューが入ったチャーシューメロンパン。待ってて、こっちから行くの。おいしい。外はさ、メロンパンのあのサクサクの感じがあるんだけど、中のこのチャーシューがとろり、本格的な中華の味がするの。続いて注文したのはエビクレープ。これめっちゃうまい。外のこのクレープの生地がプルンプルンでさ、甘じょっぱいこのタレとよく絡むのよ。
たいと思います。 OK、 それじゃあレッツゴーです。じゃあ明けまして、おめでとうございます。今年も楽しい謎解きたくさん出していくからよろしくね。それじゃあ謎をカプセル、この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。